ラキシュの移行ラキシュは、かつてパレスチナに存在した都市である。文語訳聖書や、口語訳聖書では、ラキシ、ュ、エルサレムの南西 45km に位置する。ラキシュエルサレムヘブロンエグロンギブンアイエリコアゼカ、ヨシュアキ住所に出てくるカナンの都市、ヘブラエゴ聖書でラキシュが最初に登場するのは、ヨシュアキ住所であり、この時は、ヤフィアを王とするアムル人の都市国家である。 ヨシュアが率いるイスラエル人はヨルダン川を渡ってカナンに進出しエリコとアイを攻め滅ぼしてギブオンとは講和した。この勢いに驚いたエルサレムをアドニツデクはアムル人の5つの都市国家であるエルサレム、ヘブロン、ヤルムテ、ラキシュ、エグロンからなる反イスラエル同盟を結成した。そして反イスラエル同盟軍はイスラエルと単独講和していた。 ギブオンを攻撃した。しかし、イスラエル軍が応戦した上に、天から氷が降ったことによって反イスラエル同盟軍は壊滅した。改装した残党は、アゼカと負け玉で逃亡したが、5人の王は全員殺されて晒された。その後、イスラエル軍は、ラキシュを含む各都市を攻略した。ラキシュは、パレスチナ分割相続の際に、ユダ族の相続地になった。 ソロモンの死後、イスラエル王国は分裂して、南パレスチナには、レハブアムを、初代国王とする、ユダ王国が成立した。レハブアムはラキシュを含む都市の防備を固めた。ユダ王国のアマツヤ王は、エルサレムで謀ンがあった時に、ラキシュに逃れたが、追っ手により殺害された。ユダ王国のヒゼキヤ王の時代、ラキシュは、アッシリアの王。 センナケリブが率いるアッシリア軍に包囲され、アッシリア軍の拠点となったが、その後アッシリア軍は、リブナを攻めるために退去した。ユダ王国のゼデキヤ王は、エジプトとシンバビロニアの板挟みになった挙句、和平交渉に失敗した。この結果、シンバビロニアのネブカドネザル2世は、ユダ王国に遠征して、全域を制圧した。ラキシュとアゼカのミが、最後まで抵抗したが、 紀元前586年に陥落して破壊し尽くされた。この後、ユダ王国の住人はシンバビロニアへと移住させられた。ラキシュの城壁を攻略するアッシリア軍、ラキシュ文書3ラキシュに言及している、最も古い記録はエルミタージュパピルス 1116A であり、アメンホテプ2世の時代におけるカナン諸都市とエジプトとの交流が記されている。また、アマルナ文書には、 アメンホテプ3世とアメンホテプ4世の時代におけるラキシュとエジプトとのやりとりが残っている。アッシリアの首都であるニネベのセンナケリブの宮殿の壁にはラキシュが陥落したことを記念するレリーフが作られた。これは現在大英博物館に展示されている。このレリーフにはアッシリア兵による工場船の様子やラキシュから捕虜を得て凱旋する様子が描かれている。 1929年、エウセピオスの聖書における地名の記述に基づき、ウィリアム・オルブライトは、ラキシュの位置を当時のテルエド・ドゥエイルに否定した。ジェームズ・ウェル・スター・キーラによる1932年からの調査の結果、1935年にコヘブライ文字のオストラコンが発見され、オルブライトの説が裏付けられた。このラキシュ文書と呼ばれている答弁は、 ラキシュとエルサレム間の連絡証拠をヤオシュに送られた軍事上の公文書である。それらの文書からユダ王国陥落直前の様子が明らかにされた。ありがとうございます。